はいどうも、こんちゃくれです。アイランです。はい、というわけでございまして、今回はですね、また別のゲームをやっていきたいと思います。はい、今日やるゲームは何ですか？北斗の拳レジェンズリバイブです。というわけでね、ゲームをやっていきたいと思います。はい、まあ今回やるゲームはその北斗の拳の、まあ、ゲーム、スマホアプリをやっていくんですけども、北斗の拳そもそも知ってますか？はい、よくこれで北斗の拳は楽しませてもらってました。ということでございまして、はい、まあ今日はね、ゲームの方遊んでいくんですけども、はい、まずそもそも簡単にちょっとゲームの概要を説明してください。はい、今回のゲームの北斗の拳レジェンズリバイブなんですけども、北斗の拳のそのそもそものストーリーとかを完全再現しているゲームらしいですよ。そうだね、まあ、僕らもすでにね、ちょっとチュートリアルの方は先に、はい、この撮影をする前にやってるんですけれども、はい、まあ、その原作のね、ストーリーの中で僕らもその世界に入り込んで、実際にそのストーリーで戦ってる相手をね、倒すっていう、まあその原作に追従してる感じのゲームになってるので、まあ特に原作をね、知ってる方にとっては楽しいゲームになってるんじゃないかなと思います。はい、で今チュートリアル終わったんですけど、1時間半でだいたいチュートリアルとかだいたい今の僕たちくらいまでいけるんですけど、うん、それでもだって30連引けるから。いやすごいよね。まあこんだけ石が溜まるゲームもなかなかないんじゃないかなと思うので、とりあえずこれをね、消費していきたいなと思います。はいはい、ということでですね、ガチャの方引いてみたんですけど、ちょっと各々各自育成今してアイテムで育成できるじゃないですか、人間、うんうん、育成して闘技場最後にやって終わりたいと思うので、そうですね、はい、じゃ育成しますか。育成しましょう。はいはい、ということでございまして、今ですね、とりあえずガチャで獲得したキャラたちをですね、育成してきたんですけれども、まあここからね、実際にそのキャラ使っていきたいと思うんですけども、はい、まあ闘技場、そのユーザーとの対戦に行く前にクエストをね、まあちょっとだけやって操作の方を説明したいと思うんですけど、はい、もう僕たちクリアしちゃったのであれなんですけど、ストーリーを押すと最初にね、映像が流れるんだよね、うんうん、その原作にあったストーリーが流れるっていう形なので、今流れてるんですけど、ね、昔のケンシロウではないようだな。めっちゃグラフィック綺麗、うん、ユリアを返してもらおう。もう一度地獄に突き落としてやる。ストーリーにあったさ、ムービーがさ、その対戦の前後とかで流れてる、すごいなんか雰囲気やね、自分の中でのこの高まりがある、気持ちの高まりが、でなんかストーリーが分かりやすい、うん、でこっからこのストーリーの試合に入るのね。はい、で今敵がね、まあここに一人いるわけなんですけども、そこに向かって今このチーム全員で攻撃していく流れになります。はい、で、まあ、操作的には本当に簡単で、もう本当にタップするだけ、ね、そうだね、なんですけど、もういいよ、じゃあ攻撃しちゃって。いや大丈夫ですか？はい、じゃあ行きます。で今自分で好きなキャラクターをタップして、あとはこのタイミングですね、北斗七星が流れてくるタイミングの一番最後に、カーソルを合わせてタイミングを合わせてポイント稼いでいく。で、はい、攻撃がどんどん高くなっていって、今 SSS だった、トリプル S の評価が出たので、今一番良かったと。で今それぞれ体力とあと必殺技のゲージが出てるんですけども、黄色のゲージが溜まれば必殺技が打てると。必殺技打てなかったけど、でもまあ勝ってましたね。そうですね、まあ、今もガチャでだいぶ強化できたんですね。そう、もう強すぎる今のデッキが。じゃ最後闘技場やりますか？そうですね、この闘技場がまあいわゆるそのプレイヤーの腕というか、まあチーム力みたいなのを競う感じになってて、1日5回までのね、限定マッチみたいな感じなんですけど、自分より高い順位のプレイヤーに勝っていけば勝っていくほどどんどん順位上がっていくんだよね。そうですね、やっぱ他のプレイヤーとさ、うん、対戦できるってやっぱゲームの醍醐味の一つ。そうだね、まあ、どれぐらいの位置に自分がいるのかっていうのが分かると思うんで、うん、とりあえず今戦える最高のところにそれぞれ行きますか。そうですね、じゃあ俺から行きます。じゃあ僕も行きます。さあ、まあこの闘技場は完全にオートなんですよね。なんで、まあもうチーム組んだ僕らの戦闘員が、キャラが戦ってるところを見守るだけと。始めましたか？あと1体。僕は終わりました。早っ、カット。早っ、あっという間やん。まあ、勝てますね、これは。37イエーイイエーイ。まあまあ、ここはね、余裕でしょ。余裕ですね。どんな手を使おうが勝てばいい。まあ、これで順位が8123になりました。ということで、一気に1914位まで来た。はい、あと、あ、ラストか。そう、ラスト、ラスト1試合だ。はい、どうだ。いや、めっちゃ食らってる。やばいよ、やばいよ、やばい、一人死んだもん。やばいだろ。食
これ勝てるんやな。うわー、えぐい今の。痛えよ本当に。こっちが痛えよって感じ。マジで多分今 C しか残ってないと思う。やばいやばいやばい。あ、まだ3人残ってるか。やばいやばい。ボコボコボコ。終わった終わった。一人も消せない。そう。やば。でも多分限界で。今のが限界だったんだ。ということで、まあはい、アイロンの最終結果は2026位でした、はい、いやこれいけるかな1344位。でも行くしかないでしょ。行くしかないね。でもこれがもうラストなんで。いやでもこれ勝ったらワンチャン1500以内いけそう、ね、でかい。頑張れ君たちに全てがかかっている。でも押してる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 。耐えろよ耐えろ。頑張れ頑張れ。あでも全然いけてるね。最初に3人多分削れたんだよ。で2人削れたんだよ。全然いけてるよ。おー来た。おい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 、7351。強すぎじゃね。攻撃力めっちゃ高い。ちゃんとねレベル上げした回あるわ。え強っ。いける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 ちゃんと最後これで。あー耐えたか。いやまだいい。でもまだ通常攻撃きた。北斗100列拳やばー。これは強いでしょ。強くですね。これで1344位まで来ました。無敗まさかの。はい、というわけでございまして、はい、今回はですね北斗の拳レジェンズリバイブというねゲームをやっていたんですけれども、まあ今回はね対人戦でもね、うん、全部勝てたんで。そうだね。まあこれ以上に気持ちのいいゲームはないかなと羨ましい思いますね。最終順位何位までいったんだっけ。中旬は1344位でした。やばくない。なんでまあちょっと引き続きこのゲームはねちょっと時間合間でちょっとずつ、まあでも毎日5試合やるだけでそのランキングはね上がっていくので、1000位で入ってほしいな。ちょっと3桁とりあえず目指していって、ね、まずはね。はい、ありがとうございました。今回プレイしたこの北斗の拳レジェンズリバイブはですね概要欄からダウンロードできますのでリンク貼ってあると思いますので、はい、でそちらから気になった方は遊んでいただけると嬉しいなと思います。まあ本当に北斗の拳が好きな人は間違いなく楽しめると思いますし、ね、まあ知らない人もねそのストーリーを一緒に楽しめるというかゲームをやりつつストーリーも知れるみたいな感じなんで、うん、まあ、ついに原作知らなくても楽しめると思うんでね、うん、ぜひやってみていただけると嬉しいなと思います。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。ぜひもこの動画よければ高評価そしてチャンネル登録そしてダウンロードよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。北斗百裂拳モノマネ、はい、お願いします。3、2、1